はいどうもポコチン TV でございます。というわけで、えー、花粉きついですね。今日は私が、まあ、愛用してきたグッズの紹介でございます。こちら、ディーン、黒いやつ。はい、えー、商品名がですね、ミラーミラクルウォレットでございます。ちょっと YouTube 以外で紹介したことあるんですけど、えー、YouTube では初めて紹介だと思います。ミラーミラクルウォレット。で、まず最初に点数から言いましょう。点数は、ブーダーン。 80点。うん。まあ、75点から80点ぐらいですかね。めちゃくちゃ愛用してるのに、まあ、なんでこの点数かっていうと、中身の、あの、現象とかは僕非常に気に入ってて、まあ、限りなく100点には近いんですけれども、お値段の面で、やっぱりちょっといくらでも高いかなっていうのがあるんで、まあ、この点数、ね、ガクッと、お値段面でガクッと下げさせていただきました。まあ、75点ぐらいかなっていう感じでございます。で、 僕が買ったショップが、えー、フェザータッチでございます。で、あの、フェザータッチ以外で俺売ってるのはあんま見たことないんで、もしかしたらこれ、あんま売れ、売られてない、市場に出回ってないやつかもしれません。で、あの、本当これ申し訳ないですけど、最近ね、いつ見てもね、売り切れなんですね、これね。だから、もしかしたら入荷されてすぐ売れてるのか、も、ま、う、あ、全然最近入荷されてない可能性もあるんで、そこだけでちょっとほんと申し訳ないですけれども、まあ一応愛用してましたっていうことで、紹介でございます。 でミ,ラミラクルバレットお値段がですね税込み1万4000トンで40円高いっすね高いでどんな現象が行えるんですかっていう話なんですけれどもまあいろんな現象できますけれどもよろしいですか好きなマークをおっしゃってくださいハート、うん、まあハートの S とかだとちょっとあれなんでちょっとさすがに簡単すぎるんでまあハートの S 以外だとお好きな数字言ってください9ハートの9自由に決めましたね 財布出てますね。一枚のカードが入ってます。見ると、ハートの9です。はい。えー、まあ、という感じのものです。まあ、いろんなちょっと現象が使えるんですけれども、ちょっと今のやり方ね、もしかしたら、解説書に載ってない可能性あります。ちょっと解説書を僕読んでないので、どの手順が解説書に載ってるかわからないんで、あの、はっきり言ってちょっと上級者向け、超上級者向けになります。で、 この動画を見たね、あなた、もう素晴らしい価値を私は提供します。ここのね、まあ、商品ページ見ればいろんな現象のやり方載ってるんですけれども、ここにあるデモ動画がね、最高に素晴らしいんですね。まあ、有名なマジシャンの、まあ、アーチャーさんがね、やっている、まあ、動画、デモ動画8分ぐらいの動画があるんですけれども、これがね、本当に素晴らしい。で、僕、 これをね、まぁ、あ、丸パクリって、だとちょっとまあ日本と英語だって、ちょっと違ったりするんですけど、まあほぼ丸パクリに近いような演技をね、まあ、やっていたり、まあ簡易バージョン作ったり、まあ超簡易バージョン作ったりと、まあいろいろやってました。とにかくね、あの、見てて面白いです。あの、なんで、まあデモ動画見るだけでも、あの、価値あると思います。このマジック商品なん、なんちゃらかんちゃらとかね。まあどんな価値かっていうと、まあマジックの面白さ。まあそういう面での、まあ価値があると思います。 で、これね、解説書は、このやり方が解説されてない可能性もありますんで、えー、マジックすごい詳しい方は、まあ見たらわかると思うんですけれども、まあ、わかんなかったりする方はちょっとね、買うの控えた方がいいと思います。ただ、入手もちょっと難しいと思いますし、ちょっと高いんで、マジックまだ商品買いまくってないような人は、もうちょっと、あの、本当に基礎道具とか、たくさん買って、本当に余裕がある人だけ買った方がいいと思います。 私は好きでね、さっきの現象とかもカジュアルに、まあオープニングとかで、まあやったり、まあしてた時も結構あります。好きな数字とマークが出てくるわけなんですけれども、まあ何でもいいっちゃいいんだけど、まあ多少ね、フォースが必要。まあこのくらいは、まあ一応言っておきますね。で、全然、まあだいぶ前か、バ,バングオン2.0ってやつ解説したと思うんですけど、それもまあ似たような現象じゃないですか。なんか、えー、好きな数字とマーク言ったのが、まあ出てくるみたいな。まあ一応下に貼っておきます。えー、出てきて、 まあ、あの、財布の中から、ええ、封筒があって、封筒から、ま、カードが出てくる、みたいな感じ。で、あれとま、似てるって言って、あの時に僕、似たようなので気に入ってんのあるって言ったの、これなんですね。多分その時、商品名言ってなかったと思うんですけれども、これが気に入ってて、ま、どっちを取るかってなったら僕はやっぱこっちですね。で、こっちで何がいいかっていうと、その開いた時に、明らかに1枚しかないじゃないですか。やっぱそこなんですよね。あのー、番号ンだと、 まあ一枚しかないとように見えるけど、みたいなっていうか、まあ一枚しかないんだけど、なんかその財布の中から封筒から出てくるっていうのと、まあ、パッと開いて一枚ってなると、なんか、あれインパクトが全然違うと思うんですね、僕は。なんで、まああの、あとただ持ち運び的にも、 まあ、こっちの方が好きっていうだけですね。あと、難易度とかで比べると、断然、まあ、こっちの方が楽に行えます。で、ヒンバーワレットっていう、まあ、マジシャンなら、まあ、みんな知ってるようなものがあるんですけど、まあ、ヒンバーワレットよりは、まあ、全然いいものですね。今、ヒンバーワレットの高額バージョンみたいな感じなのかな。で、まあ、あの、ただ、マジシャンだったら、これ見たらわかるんですよ。だから、僕は、見て、種がわかったっていうか、ああ、こういう構造なんだなってわかったので、買いました。もし、これわかんないんで、 まあ、1万4000円払うのは、結構ギャンブルなんですね。なんで、あ、分かったから、あ、分かって、あ、これ使えそうだなと思ったんで、え僕は買いました。なんで、まあ、本当に上級者、もう本当マジック詳しくて、で、見たらわかると思います。分かって、あ、この使い方俺いけそうだなとか、まあ、このアーチャーさんの見れたらもう本当に衝撃受けますんで、まあ、アーチャーさんの見て、まあ、感銘受けたとかね。ちょっとまあ、全くやってみたいっつってね。まあ、全く同じようにやっても多分受けない。 買ったりすると思うんですけれども。まあそういう感じで、まあ気に入った方とかね。まああと僕がただ単純に愛用しておりますよっていう、えー、商品の紹介でした。えー、フェザータッチで買いました。ミラーミラクルウォレット。えー、14,040円,円。高いんで、まあ75点ぐらいかな。えー、本当に、まあお金に余裕がある人だけとか。まあ他にはね、あ、こんな商品もあるんだ程度に思っていただければと思います。以上、ポコチン TV でした。